ローライダーバイシクルローライダーバイシクルとは主に古いアメリカ製の自転車をカスタムした自転車及びそのカスタムを行うもののことまたそれに付随するチカーノから発祥した文化を指すローチャリとも呼ばれているアメリカ西海岸において1963年に発売されたシュンスティングレイが当時の子供たちに爆発的な人気を誇るヒット商品となる シュンスティングレイは発売当初からカスタムカルチャーを視野に入れた設計で制作されていた。それは様々なカスタムパーツの販売、パーツの組み替えを子供でも容易に行えるようにしたことである。ヒット商品の背景として当時はカスタムカルチャーによるチョッパーバイクやトラッカーバイクなどのブレークによるものが大きい。上記のことからもわかる通り当時の流行でもあり。 発売当初のカスタムの主流は、チョッパースタイルであった。1960年代を振り返った、ティーン・エンジェルスのイラストを見ることによっても理解できる。1970年代に入ると、BMX の出現により、シュンスティングレイ人気にも限りが見え始める。BMX の世界的ヒットの陰で、シュンスティングレイの中古車両を安価で購入できる、ことも伴い、 メキシコ系移民がカスタムを始めたとされる。そのチカーノがカスタムしたとされる仕様の中でも目につくのが26インチ用フォークを曲げて作成されたオージーフォークや16インチ用のクランクを使用したできる限り車高を下げたローダウンカスタムである。それはまさにチカーノカルチャーを代表するローライダーの姿であった。1980年代の第一次ローライダーブームの時に 神奈川県や愛知県などのローライダーを専門とするカスタムショップや個人による輸入によってごく少数の個体が入ってきたとされる。ありがとうございます。